昭和大橋は、新潟県新潟市中央区の信濃川に架かる、新潟県道164号白山停車場を女池線の道路橋梁。新潟市の市街地に架かる12景間、単純後半桁橋である。橋町303.9メートル、福音24.8メートルで、車道は片側2車線の、計4車線を有し、車道両端に自転車歩行車道を備える。 信濃川の川口より数えて4番目に位置し、上流側には越後線の鉄道橋と、その上流には千歳大橋が、下流側には八千代橋がそれぞれかかっている。桜木インターチェンジで降りて、新潟市役所や国道116号の方向に、まっすぐ行く際に渡る橋である。三代目の万代橋が架橋されて2年後の1931年に、 初代の木造の橋が架けられたが、当時は昭和橋という名前だった。1950年に木造の二代目昭和橋に架け替えられる。しかし歩道と車道の区別がなかったため、当時は交通事故が多発していた。1964年の第19回国民体育大会開催に合わせた道路整備によって架け替えることとなり、1964年5月に、 原橋梁が竣工し、名称も昭和大橋に改められた。開通から約1ヶ月後の同年6月16日に発生した新潟地震では揺れが収まってから2機の橋脚が家庭に埋没し埋没していく際に水面が酒川底が見えたとする目撃談がある。同時に橋脚も傾斜したことから12スパンの桁のうちをスパンが落橋し、 取り付け部も地盤が沈降するなど、大きな被害を受けた。原因は液状化現象によるもので、新潟地震の被害の象徴として、当時大きく取り上げられたほか、落橋防止構造の設置が義務付けられるなどの地の、強梁の耐震技術の向上にも役立てられた。復旧工事では、落橋下ごスパンを引き上げて補修した上で再利用し、橋脚を増設するなどの措置が行われ、 同年12月上旬に完了した。その後も耐震補強などの改修を順次行いつつ、現在に至っているが、一部の橋脚は現在も傾いたままである。島野川菓子の安らぎ、堤より橋脚部を眺めると左右にずれたままの状況や橋桁から飛び出している様子を確認できる。ウィキメディアコモンズには昭和大橋に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。